パー4、なんかパー5かな、あの狭いのかな、パー5またしても、ナイスショット、なんかナイスショット、危ない、ナイスショット、ちょっと左、ちょっとフェアウェイの左ですよ、強い球、はい、今年はいいことありましたか。今年はいいこと、独立をする、独立、そうですね、会社を立ち上げまして、うんうんうん、もう忙しくないんですか、まだ忙しいですか。なんか12月は割かし落ち着いてたかなって感じはするんですけど、うん、でもなんかもっといろいろやりたい、あれ何、元気出てきたってことですか。そうそうですか、なんかもっといろいろやりたいなって思いますね。おんしょーナイスショー、うん、次狙える、あれ逆行った、大丈夫、右に跳ねた、よかった、うん、乗れ、乗った、また乗った、パオン、パオン、パオン、そういうのあるんだ。いや初めて言いました。いやこれラインも悪い。さあ、何て言いましょう。結構突っ込みたいですね。気持ち的には。低く突っ込みたい。途中から登りだし。おお、おお、いや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 、ありがとうございます。リサちゃん風のありがとうございます。おお、止まれ。伸びる、ナイスタッチ、おお、いい感じ、ゴー、最後先です、ゆっこぱちゃん、どんな1年でしたか。1年、3年目、一番ゴルフした1年でした。充実しました。なんかゴルフしてると本当になんか生活リズムが本当に良くなって、あ、そうなの、あ、朝早く起きるから、朝早く起きて早めに寝て、うん、しかも多分お父さんお母さんよりも多分早く起きてるので時間だもんね。そう、あとはなんかその体が強くなった気がします。声ガラガラですけど今、はい、お腹も空きやすくなって、そう、お腹も空きやすくなって、はい、食べても食べてもすごくは太らないかも、やっぱ動いてるからですかね、うん、旗を狙います。なんか右向いてる気がする。もう一回敷き直しましょう。こんなもんです。音がすごい。左にキックした。わあ、遠い。遠いよ。難しいです。ゴルフは。誰ですか。オッケー、我慢して。いやでもまだいい感じ。
落ちた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 。ありがとうございます。いいですいいですいいところ。しょ、うん、見えたっけこれは見えた、うん、見えたこれは見えた、はい、ナイスナイスオッケー、おナイス、うん、あら乗ったかな？オーバー。オーバー。あ、握っちゃった。うまい。打ち込めなかった今。ナイスー。おお、めっちゃいい感じ。ありがとうございます。ちょっと待て強い、おーいい感じ、うん、ナイス、うん、そっちいった、届かないかも、乗った乗ったナイション、はい、どうやった、いやなんかね、あ、また抜けない手が抜けない、あれだ何が口に入ってるの、あれ、あ、そういうこと、飴を食べながら今ちょっとユーチューバーっぽくなったんですか、あの、はい、はい、はい、ハラミンさんの、あ、そうそうそうハラミンさんの、あー、あー、やはり優しいぞ、優しいよってやつどにそこ打った、ちょっと薄いか、もうちょっとちょい手前、ほら、はい、ゆこちゃん、今狙ったの、今の場所は方向は、お、今年はバンカー練習もいっぱいしたんじゃないですか、いっぱいしましたよ、はい、もう苦手じゃない、あのねあのやっぱ硬い、そのちょっと雨で湿って固まっちゃってるバンカーがうまく出せないです、うん、そういう時ってみんなどうやって打ってるんですか、なんか硬い、やっぱトップしちゃ、なんだろう、なんか開いてやると絶対なんかなポップしてんのかよくわかんないけど球がズッていっちゃうんですよ、ズッて、キャーッ、待ってうん、待って、あれそっち、ねいいんじゃない？入った！ナイス！ナイスパー！よかった！ナイスパー！ナイス！おー！今ちょっと引っ掛けいく。ね、あれスライスと、なんかすごいね、ここの。ね、危ね。読みすぎ。すごいグリーンが。難しい。リンゴロープ、はい、優勝の、はい、ゴルカのヒロさんです。はい、ありがとうございます。前半31、はい、後半45、はい、トータルで76、はい、いかがですかね。まあこれで優勝しちゃったっていうのはもうちょっと申し訳ないですけど、はい、まあ、実際ワンダーパーで行きたかったんですけど、うん、同じボール使ってる人がいて、はい、3回ぐらい間違えて打っちゃったんで、はい、
それはあれじゃないですかね、もしかしたらただのおじさん、ウルピアそうじゃないですかね。そうですね、いや松山くんもやってたんで、まあ同じことしてもいいかなっていう思いもあったんですけど、メーカーが全然違ったボールなんで、まあしょうがないですね。まあ、それでもまあ優勝っていうところ手は届いたんですけども、はい、まあ、次のね、ダンロップフェニックスに向けて、はい、一つ引き抜けもらっていいですかね。そうですね、まあ、前夜祭から戦い始まってると思うんで、はい、まずまあ下剤を用意してですね、ケプカあたりに一回入れて、ケバブの方ですかね。ケバブ食いながらケプカですね。なるほど、はい、でケバブをケプカで食わす。そうですね、そうそうそう、ケプカがケバブを食べ る, を食べる。あ、なるほど。で、秀樹と秀樹、うん、一緒に、あ、すみません、松山、いやいやいや、松山さんと、岩切ではないです、はい、松山さん、はい、まあ、タイドキャリーすることになると思うんですけど、タイドキャリーするんですか、彼が、はいはいはい、まあ、彼の意見に従って、はい、まあ、頑張っていこうかなって思ってます。わかりました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ本日、リンゴルオープン優勝のゴルピアのユウさんに来ていただきました。どうですか今日は。まあ、そうですね、やっぱまあ朝から雨っていうのは悪条件の中で、はい、まあ、前半セブンバーディーのボギー、後半セブンバーディーのボギー、トータルで14アンダー、まあ、ちょっとねパター入らなかったんですけど。パター入らなかった、それですか。そうですね、まあ、こんなもんでいいかなって。こんなもんでいいかな、うん、まあ、本戦ではね、はい、ぶっちぎったらと思ってます。ぶっちぎってますもうこれ以上ぶっちぎったらもうとんでもないです。そうですね、各方面からオファーが殺到するかもしれないですけど、確保できてますか。オファー受けます。受けます、はい、受けます。まあ、ただ好き嫌い激しい男なんで、あ、受けるかどうかは僕次第、はいはい、ただ今日は残念ながら心ちゃんには会えなかったですけども、はい、まあそうですね、心ちゃんに会えなかったっていうところで逆にモチベーション、あ、決勝に向けてのモチベーションに、うんうん、まあ、とりあえず僕の思いは伝わってると思うんで。そうですね、ビデオレターを見てますから、今日ももう一回ビデオレターを送ろうと思ってます。はい、なんならもうあの本社に、あ、なるほど、アポバンクさんに、はい、宮下代表取締役に。そうですね、まあ、お兄ちゃんの方に個人的に、はい、個人的にいったクレーム入れようかなと。クレーム、はい、なんで俺は会わせてくれないんだと。そうですね、俺が一番会いたいと言ってるのに、うん、やっぱ恋愛って難しいもんで、うん、やっぱ会いたいって言ってると会えないですね。そうですね、うん、実際の実体験でもそうですか。そうですね、やっぱこう気持ちが強すぎるとやっぱりこう嫌がられる。あ、女性ってそうですよね。そうですよね。え、こちらの女性、あ、映せないよね。すいません。やっぱりその持ちつ持たれつっていうところで、はい、まあ、やっていきたいと思います。わかりました。お疲れ様。じゃあ本戦も頑張ってください。ありがとうございました。こんな感じです。